えー、初めまして。あの方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、あの私、あのスポーツライターの北健一郎と申します。えっと北海道の旭川市出身です。で、旭川をまあ、高校卒業してから東京に出てきて、あのスポーツライターとしてあの活動しておりまして、えー、今回あの一緒にこのイベントをやっている。あの河野健一さんのあの本も。 一緒に構成させていただきました。じゃあまずはあの河野さんから、えー、皆さんに参加者の皆さんにご挨拶をお願いいたします。あ皆さんこんばんは。あの遅い時間にあのこんなにたくさんあの集まっていただき本当に嬉しく思っています。今まで三、えー、回目なんですけどあの出足がこんなに好調だったら初めてであの本当に嬉しく思います。えー、今回あの私 はあの東京、まあ、千葉県の方で市川市で FC 市川ガナンズというクラブチームの代表とサッカーコンサルタントという形で、えー、サッカーの課題解決のために全国でいろんなことをやってるんですけども、まあ、その一環としてあのプレミアリーグ U11 という小学校5年生年代のリーグ戦を組織してまして全国で5年前から、えー、リーグ戦を 作り上げていってっ、まあ、北海道でもおととしからこうスタートしたんですけども今全国で33の都道府県が、えー、やるようになって非常にあの、まあ、リーグ戦文化を作っていこうということで、まあ、今日はここにいるあの参加者の各チームの皆さんもプレミアリーグに参加していただいているチームの方に集まっていただいてあの北海道で、えー、さらに育成というものが、えー、もっともっと 緑あるものにしてもう世界に通じるような選手が北海道から出てくるような、えー、アイディアをここで皆さんで、えー、僕らで話し合いながら何か、えー、皆さんのヒントになることがお伝えできればいいなと思っているので今日はまずゲストあの対談相手としてプレミアリーグ U11 の北海道の、えー、地域の、えー、委員長で。えー まああの本業といいますかは北海道コンサドール札幌のアカデミーダイレクターの北原二郎さんに来ていただいています北原さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあちょっと自己紹介を北原さんあの皆さんでお願いしてもよろしいでしょうかはいえっと北海道コンサル札幌でアカデミーダイレクターやっております北原と申しますあの今日は河野さん非常に貴重、えー、な機会、えー、機会与えていただきましてありがとうございます。 えっと普段はアカデミーダイレクターということであのコンサドーレにあるあの4つの拠点を中心としたアカデミー組織の,あの統括をやっておりますであのプレミアリーグ U11 を2年前から、えー、北海道でやらさせてもらってるんですけどまだまだあの他の地域に比べると、えー、しっかりといろんな理念を含めて、えー、まだまだできてないところがたくさんあるので今日そういうところも含めてあの勉強する機会になって でそういうプレミアリー,リーグ U11 をしっかりと運営できるようになっていけたらなと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。失礼し,し北原さん、これ背景はあ,の、はい、あれですか？ルバンカップの決勝戦の時ですか？そうですね。はい、最下で惜しくも負けた時です。あれはすごかったですね。はい、感動しました。でもあそこは本当に何だろう北海道出身の選手がねたくさん出ていたチームが。 ねあえて川崎フロンターレとあの激闘を繰り広げたっていうのはすごいなんかある意味一つのなんか育成の決勝みたいな感じってありませんでした？そうですね、あのすごく大きな歴史に残る一戦だったなと思いますし、特にあの90分プラス5でもう本当にこれ負けちゃうかなっていう時にあの不快選手が同点ゴール決めてくれた時は本当に鳥肌がすごく立ってあの <laughs> いつもは自分たちが 育った選手っていう目線でしたけど、素晴らしい選手でこう尊敬できるなっていう思いになりました。うん、なるほど、ありがとうございます。うん、まあ,あの北海道コンサドーレ札幌はさ北海道のねサッカー関係者の皆さんにとってはまもう間違いなく皆さん知っていて、まあ,ある意味子供もたちにとっては目標となるチームでもあると思うので、まあそのアカデミーダイレクターというねあの立場からいろいろお話いただけたらなと思います。 えっと、ありがとうございます。で、本日、ほかに実は U11、プレミアリーグ U11 に参加しているチームの中からゲストの方にも来ていただいております。まず、あのトロンコ旭川 FCU12 の、えー、佐々木博文さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいあの。佐々木さん、じゃあ自己紹介をお願いいたします。はいえっと、トロンコ旭川 FCU12 の、えー、代表と監督をやっております、佐々木博文といいます。 えっと今日はあのこのような貴重な対談に、まあ、ゲストという形ではありますけども、えっと、参加させていただくことを本当に光栄に思います。またあの貴重な時間で参加してくださっている皆さんにも、えー、何かこう有益な時間になればなというふうに思ってますので、えー、いい学びを皆さんとできたらいいなということでよろしくお願いします。はい、トロンコ、えー、朝旭川 FC 簡単にちょっとどういうチームかっていうのを紹介していただいてもいいですか はいえー、とトロンコ・アサヒカ FC は、えー、2年前に、えー、クラブチームとして、えー、設立して、えー、今2年目がもう過ぎようとしています。でえー、と基本的にはアサヒカから世界を目指す選手を育成するということをコンセプトに、えー、育成をメインで、まあ、あの勝利至上主義からの脱却ということを、えー、大きく言わせていただいて。えー チーム運営をしています、うん、あのす晴らしいキャリアもお持ちだと思うのでご自身どういうフットボールキャリアを歩いてきたかっていうのもお話しいただいてもいいですか <laughs> えっとまあフットボールキャリア今あの参加してるえ北、ー、見含めて他4人にあの他の3人に比べたら僕なんて大したあの経歴はないんですけども何を言ってるんですか <laughs> え スポラーダ北海道で、えっと、2年ほど選手をやってました、えっと、その前は旭、えー、川の DC 旭川フットサルクラブというところで、えー、2回全国で優勝しています旭、えっと、川という地域から、えー、フットサルという競技ではあるけど日本一を取ったというところには、えー、こういう田舎町からでも、えー、と全国優勝できるというものは僕らが体現したところはあるのかなというふうには思っているので その時のこの経験を今の子どもたちにも何かしら落とし込めるところはあるのかなというふうに思っています。まあ、ちょっとそんなような経歴でやってきました。はい、ありがとうございます。旭川工業高校出身ですよね。はい。旭川工業高校出身です。はい。旭、はいえー、川実業高校にも行けたけど、推薦枠があったからそっちに行ったっていうね。<laughs> 家から近かったのが旭川工業高校いう。<laughs> こは家から、ね、歩いて行けるぐらいの距離だったことですね。はい。はい ありがとうございます。そしてもう一人ゲスト、えー、ファミナス、えー、代表のあの菅原和則さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、菅原さんあの不思議なライティングで登場してますけど、ええー、それも内緒で内緒ですか。オッケーですか。はい、いいですか。あの菅原さん、はい、じゃあちょっと自己紹介お願いします,いいす。元フットサル日本代表の菅原です。よろしくお願いします。はい。ええフットサル日本代表にも。<laughs> まあ今話もあったんですけど、はい、佐々木文さんとはそうですねあのまあ,あのそれこそ高校までもずっと別だったので、うん、言ってみれば学生時代はライバルチームのお,た、うん、お互いこうライバルチームの相,、うん、相手というかだったんですけどその社会人になってフットサルでリベルティド SSP という、うん。 チームを二人で立ち上げてからは、ずっと一緒に DC。朝日川、うん、それからエスポラーダ行って、まあ、辞める時も同じタイミングで辞めてっていう。僕ら自身も持ってますし、まあ、周りからも朝日川のまあ名コンビというか、パートナーというような風には、ずっとこう言ってもらえてるような関係性ではあります。うん、なるほど。そして、今は、あのお互い、トロンコ、朝日川 FC とファミナスっていう、ね、あの違うチームの監督。 やられていると思うんですけど、ファミナスはどういうチームなんですか？ファミナスはトロンコリもちょっと早く今年でもうすぐ4年が経って、うんえー、終わる頃ですね。で、えー、っともともと僕がずっとスクールをやってたんですけど、はい。まあそのスクール性をちょっとずつチーム化していこうかなっていう時に、えー、っと今実業高校のトミー監督にもちょっと声をかけてもらって。 その実業のグラウンドを使いながらそれこそその育成旭川道北道府地方の育成メソッドをきちんとこう構築していけるようなチームをこう目指して、まあ、一緒にやらないか一緒にまではいかないですけどそんな感じでこう一応、恩師なのであの声をかけてもらって実業のグラウンドを使わせてもらいながら活動しているチームですね。なるほど、はいえー あのわけでじゃあ今回はこの、えー、4人の皆さんであの北海道のフットボール育成というところについてテーマに、まあ、本当皆さんで語り合っていきたいなと思ってるんですけど、まああのそまあ、皆さんそれぞれいろいろ考えをお持ちだと思うんですけどまずあの北原さんは北海道の,その育成環境というか選手育成ってどういう環境かなっていうふうに思われてますか あのやはり北海道自体が非常に広くて広域性が高いという難しさと、うん、やはりあの本州に比べると,、えっと少し遠隔地になるという必ず海を渡らなきゃいけないというその2つの難しさがあるなとはも思いますしプラスその、えー、降雪中期があるということでその実際に外でサッカーできない時間帯をどうするかその時期をどうするかという問題もあるかなと思うんですけど。 あのそういう中でも特色ある選手があの輩出されてきている歴史がありますし、非常にあのいいサッカー選手がたくさん出てくる可能性のある土地かなというふうに思っていさん、圭、まあ、さんと呼ばせてもらっちゃいますし、今日うは、カズヒロ、北原さんはちょっと、はじめましてなんですけど、という感じで、フランクに行っちゃうんで、あんまり固くしてもしょうがないんで、実は今、ちょうど参加者100人になりました。はいい素晴らしい 北海道のフットボール熱素晴らしいですね。けんさん、北海道のね、なんかサッカーの育成環境っていうことでいうとどういう風うにあの見てますか。いやあのー、まあ僕自身は北海道に何度も行ったことあるけど、まあその、うん、実は雪の降るような時期に行ったことはないんですよね。うん、だからまああのー、この間も去年一昨年、うん、えっとまあ北原さんのところにコンサートの事務所行ったんですけど、はいはい、その時にまあ 北原さんと話したときに、まあ、今まあプレミアリーグって全国でこう展開してるんですけど九州はほとんどの県が今やってるんですけど、うん、まあそういう話になったときに、まあ、北原さんから「こうさね、九州5県合わせても北海道の方がはるかにでかいんですよ」みたいなことを言われたときに改めて地図見たらうん、うん、北海道ってもう九州の3倍ぐらいでかいんですよね。うん、<laughs> 改めててこれやばいいなっていうかだかだら それなのに北海道を一つの県とか道と一つの単位として扱ってること自体がやっぱりこれ無理なんじゃないかなという確かに本当にその通りだと思ってまあだからそういう意味で九州が5県でやってるものが北海道はもうまとめてやってるわけだからやっぱりその地域性っていうのは本当に大変だなっていうか一つのところでねあのさっきなんかあの外国の チリに例えておっしゃったけどもうパリから3つぐらいの国またがるみたいな広さがあるわけだから,だからそこら辺は本当にあの考慮しなきゃいけない部分っていうか僕らが内地にいる僕らはあの勝手に北海道って一括りで行っちゃってるけど、うん、やっぱりその大きさっていうものは本当に大変なんだなっていう思うのとやっぱり1年の4ヶ月ぐらいがやっぱり雪に閉ざされてしまうっていうのは。 まあ僕、こちら東京僕東京で住んでるんですけどまだ今年一回も雪見たことないから,だから僕らにとってはそれが当たり前の生活している中でやっぱり本当に僕らにはうかがい知れない苦労がたくさんあるはずだと思うしまあそういう中でもあの、まあ、最近ちょっとあんまりチェックしなかったんですけどコンサドーレ札幌ってやっぱ育成から選手がたくさんトップに上がったじゃないですか。あの いつの頃神田夢美とか、まあ、あの頃からだからあの新野君とか、まあ、うちの息子と同期なんですけどあの新野君とかまあだから決してでもそのハンデで北海道から選手が出てこないってイメージなくて昔はった山瀬兄弟とか、うん、やっぱりあの結構ちゃんと育成はあのそれなりに選手たちは出てんじゃないかなって勝手に思ったもんですけど、うん、でもその裏にはやっぱり大変なことを克服してやってる。 まあそこら辺はやっぱりあの現実際ねあのやられてるこの3人の方々たちがまあ日々苦労してやってる部分があると思うんで、うん、まあ僕のこちらから見るとそんな感じで見えてますああの僕実は旭川、まあ、さっき言ったように旭川出身であの菅原さんと佐々木さんは同級生なんですよで2人って本当はあの僕らの世代の中では あとね、もう一人、高橋健介っていう、今、フットサルのインドネシア代表監督やってる、もう超有名だったわけですよ。で、僕らからしたら、もうああいう人たちはね、プロ、まあ、高橋健介は、あの、順、えー、天堂大学とか行きましたけど、なんかその、僕らからしたらすごいなっていう選手が、でもね、なかなかそのサッカーでプロとかそういうとこまでは行かなかったのは、ちょっと意外でもあったんですけど、なんか、菅原さん、佐々木さんは、自分自身、選手としてやってきて、旭 <laughs> 川で、 やっっててきたことのだろう振り返ってどうですかどんな環境だったなって僕。僕からいきますか。えっとそれこそ僕中学校の時に実は中大連でも全国大会行かせてもらってるんですよ。うん、で少なからずその全国の、まあ、力というかレベルを、まあ、その知った上で。 実業高校のサッカー部に入って、まあ、実業高校でも3年生の時に選手権出場してるんですけど初めてですよね。初で,、ねうんうん、でまあその3年生になる前から遠征でやっぱ本州のチームともやらせてもらって、まあ、ある程度自分の力とか立ち位置がまあ分かってくるっていうか、うん、もちろん 中学,まあ、中学でもう諦めてたのかな <laughs> まあもちろん小学生ぐらいの時は J リーガーになりたいとかプロサッカー選手になりたいっていう夢を抱いてたんですけど、まあ、それがやっぱ現実のレベルを知るのがやっぱもう高校ぐらいには知ってたのでもうその時には正直そのプロを目指すためにサッカーをやってるとかっていう意識は僕の中ではあんまりなくて、うん、ただただ仲間とサッカーするのが楽しかったとかまあまあその北海道大会で。 勝てたららいいいなぐらいなぐあんまりこうすごく高いところを目指してなかったのが正直な気持ちで僕選手権北海道大会終わった時にそれこそその時二郎さんなんでまだあれですけどあのかかから声かかったんですよ実は岡田監督の時ですね僕の時岡田監督でエメルソンがいて。 えー、同期ではン野とかがコンサに入った時期なんですけど、うん、その時にまあれ、まあ、声かかったとちょっと言い過ぎですねあの練習来てみないかいぐらいの声がかかったんですけど、まあ、その時にはもう進路とかも決,、ま、決めるぐらいの時期ででまあその僕結果旭川の教育大学行ったんですけど、うん、まあその実業の監督からは、まあ、性格的にも指導者とかが向いてるんじゃないかみたいな感じで教員の道を進められたりしていて。 そんな中、こう、いきなりプロのコンサートの練習にって言われても、正直まあ言ってみればビビっちゃっていやいやもうそんないっす、いっすみたいな感じで、結局練習参加もせずに行かなかったんですか行かなかったんで、チキン野郎なんで <laughs> いや、まあ今振り返ったらやっぱ行くだけ行っとけばよかったかなとか、うん あとは契約の話もその単年契約でっていうのがやっぱこう複数年にはならなかったみたいででうちの監督もまあ1年見てねすぐ首切られたらお前どうすんだこの先みたいな話もされてまあいろんなところを考えてじゃあ練習にも行かずにそのまま教育大の面接受けますみたいなっていうのがあったからまあ後悔まではそれがあったからこそ僕フットサルに出会えたっていう考え方なんで、うん。 まあこれはこれで僕のフットボール人生だったのかなっていうのははい思います佐々木さんどうぞはい、はい、<laughs> えっと僕はそんな華々しい感じでもなかったし全国大会というものを経験したのはえっ、ー、とフットサルを始めて初めてね<ー>そうパスの全国大会を経験しているのであの北県が言う こういう選手がプロにならないのかなっていうところのレベルには到底満たしてなかったんだとは思います。で、地域柄やっぱりプロ選手プロサッカー選手になるっていうものが身近にないっていうところもそこを夢見ない目標にしないっていうところにはあるんじゃないかなっていうふうには、えー、と思います。だからこそそういう地域から脱却して。 えー、そういうものがもっともっと身近に出てくるような環境にしたいなっていう思いでもう自分のそういう悔しい思いはというかもっと見たかった高みを見たかったとことを今の子どもたちにこう見せてあげたいなという思いで、うん、あのやってますやっぱり情報なかったですか佐々木さんが現役時代って当時はやっぱりそんなに今ほど情報は入手できなかったと思うし、うん えと海外のサッカーと触れる機会っていうのもそんなにそんなにまだこう発達してなかったと思う。うん、J リーグができて、マイヤーが点決めたのをこう感動して見てるっていう、まだ気持ちだったので、うんうん、小学生すなは <laughs>。でもその気持ちはすごいだから。J リーガーになりたいっていうのは、なんかこう、パイロットになりたいとかさ、そういう感覚じゃないですか。そら、うん、そこを 目標としてどう歩むかっていうところまで全く考えてフ、うん、ットボールとは向き合ってなかったっていうのが、うん、僕の当時だったかなと思います。なるほど。あのこれ、二郎さんって呼んでいいですかもうここか、お願いします。二郎 <laughs> さんはアカデミー大学たちはいろんな地域今コンサートで持ってるじゃないですか。はい、これってなんか狙いだったりとかいろんな地域見ていくことで感じる違いとかってありますかそうですねあの 狙いとしては、やはり、あのー、今、北海道に J リーグクラブが1つしかないという中で、うんあのー、多くの方々が北海道の中でコンサドーレというものを応援してくださっているという、すごくアドバンテージだなと思ってて、なので、他の J リーグクラブと比べて、たくさんの拠点を増やしていくということに対してはあのー、喜んでくださる方が多いというところで、あこういうような活動を今、拡大している。で2016年に コンサトル札幌が北海道コンサドル札幌という名前を書いてホームタウンも広域化したのでそういう意味ではその一環として今やってるのと加えてあのー、例えば奈良選手奈良選手だったらオホーツクなんですけれども、うん、あオ、の、ホーツクとかえ稚内とか函館とかいろんなところにあのー、たくさんのいい選手がいてその中でもより、うん、あのー 大きな町じゃなくて少しこう小さい町で、えー、とすごく可能性もあって夢も大きく思ってるんだけど努力しても努力が実る環境がないっていうことが大きくあると思うのでうん、うん、その環境を少しでも整えていったりあの改善していくってことがクラブとしては求められてるかなということでこういうットを今行ってます。あの二郎ささんんんにちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、今年から通り札幌にあの小野真嗣さんが 野さんでで静岡出身で、うん、まあサッカーどころって呼ばれてるところだったから、まあ、やっぱ全国レベルがたくさんいい周,、まあ、周りもいい仲間がいっぱいいたじゃないですか、うん、だからやっぱあれぐらいいったのかなと思って、うん、仮にですけど大野伸二さんが北海道の人口何百人の町とかにもし生まれちゃっていたとしたらですようん、うん、生まれてる可能性あると思うんですよそういう子が実際今も。うん、そしたら多分あはなってないのかなって。うんうん あの時代もあったと思うんですけど、今は多分こうやってコントロールできたから変わってると思うんですけど、やっぱその才能があっても、自分の才能に気づかなかったり、さっき佐々木さんが言ったように、周りにどれぐらいの選手がいるのかが分からないから、それこそ健常効果がものすごく低いところに設定されちゃうのかなっていう感じがするんですけど、これって課題としては、まだ今もありますかそうでですすねあゲーム環境っってて意味ははやはり大きくあるかなと思ま多分小野二さんも すごい低い年代から切磋琢磨してライバルがいろんなところにいてっていうのをあの清水っていうところとか、うん、あるいは静岡っていう中でやったんじゃないかなと思うんですけれども、うん、あのただ才能ある選手あるいは可能性ある選手が、あのー、大人がもっと適切に関わっていれば、うん、おそらくその思いをよりかきたてることができると思うしその才能を自分で伸ばしていく力が高まっていくと思うので。あのー もしかしたら今この環境でも大人が適切に関われば同じように才能豊かな選手が出てくるんじゃないかなというふうにはこの環境で出ないんじゃなくて我々の携わりで出てないんじゃないかなというふうにはまあ時勢も含めて考えてます。おお、さんあの関健さんはねあの一川というか千葉関関東でレイソルもあればジェフもあれば、はい、まあちょっと行けばすぐエクシートウケもいっぱいあるそういう地域ってやっぱり。 なんだろう子供たちのレベル上上がる上ではアドバンテージってありますかまあそれはやっぱりあの普遍的に世界中みんなそうなわけで世界中がいや世界中やっぱり、あのー、成長するには競合ライバルが必要なわけで、うん、まあそれが身近にいる環境っていうのは当然ながらあの成長スピードは当然早いと思うしそれがないとやっぱり、あのー、さっき二郎君が言ったように。<laughs> ハンデには絶対まあなるわけでだからといってでも世界中っていうか日本中を均一にはもちろんできないわけだから、うん、まあその与えられた環境の中でやっぱりやるしかないしその中でまあ僕ら指導者たちを僕らがやっぱり創意工夫しながらなるべくそのハンデをただまあ遠征、まあ、まあそこら辺には今コストもかかるんだけど、まあ、あのまあ青森山田じゃないけど結局日本中ずっと回ってたり。 まあ、いろんな形があのその差を埋めるためにやっぱり寒冷地のチームってやっぱ大変だと思うけどでもなんだろうでも実際選手が育たないわけじゃないからやっぱり出てきてるじゃないですか現実にはねだからそ,そうするとなんか僕の目から見ると寒冷地ってやっぱりフットサルをやるじゃないですか当たり前なんだけどまあ室、うん、内でやるからなんかそれが、うん、まあ今日のテーマにもなるかと思ってたんだけどじゃフットサルは果たしてそれは。 サッカーにおいてプラスにじゃあなるのかどうかっていうか逆になるんであればむしろそれがハンデじゃなくてメリットになる可能性もあるじゃないですか逆にフットサルをやってることはねサッカーができないことがメリットになる可能性サッカーができないくてフットサルをやらざるを得ないけどでもそのフットサルをやることがサッカーにおいてもプラスになるであればそれはまたあの違う見方になると思うしそ,そこら辺って実際あの やられてる、まあ、ットサる日本代表選手もいる中で、サッカーとの融合っていうか、ま、あこれ今までも何度も何度も来たけども、まあ、過去何度も何度もやってきたことなんだけど、あのー、そこらへんて、今どんな感じで皆さんが捉えられてるのかな、うん、っていは逆に僕は聞きたい部分で。あのー、僕、しゃべって大丈夫ですかどうぞどうぞ。そこに関しては、えっと、 もうメリットにななるるとと信じてててやってるっていううのが正直なところです、うん、もうどうであれフットサルをやらざるを得ないっていう環境の中で、うん、そこをメリットにどうやって変えていくかっていうところの勝負だなっていうところをあの思ってやってるやっぱこの不利をどう有利に持っていくかっていうところの戦いだなとは思っていて。 じゃあ,まあフットサルとサッカーで何がメリット何がデメリットっていう部分の整理は今まだ整理中ではありますけどうんとやっぱ時間を生むうんといかに狭い中でフリーの時間を作るかっていうところの勝負がフットサルにおいてはかなり欠けてくるっていうところはあの間違いなくあると思うのでそこに関しては確実にメリットだなっていうふうに思っている。 ただ逆に、うん、とレンジで言うと限りなくやっぱり狭い中でやるのがフットサルなので外に出たタイミングで一番ネックになってくるのはそこだなっていうふうに感じてますそこをどういうふうにこう調整していくかっていうところはまだ実は僕,僕の中では答えがないのでそこをこう、ね、数とかとも話しながらどうやってやっていくかっていうのがこの地域 を育成大国に持っていくっていうところにつながるんじゃないかなと思ってます。なるほど数はどう、フットサルがサッカーにもたらす影響っていうことでは。僕は。まあ、仮に、ひろがまだチームをして、2年目って,って、僕が4年目、2年ぐらい先輩なんですけど。うんと、僕もやっぱ当初は自分の。うん、まあ、経歴を。 信じてそのフットサルの戦術をそのままサッカーにとかえまあピボ当てをこう攻撃の最終レンジに入った時の崩しに使えるのかとかちょっとしたパラレラっていうフットサル戦術が最後の最後こうフリーでとかシュートを生み出すこう戦術になるのかとかっていうのはこだわりがあったんですけど。 まあここ最近もうフットサルをサッカーのにつなげるとか僕はトランジションの部分かなと思っててそのフットサル僕ら絶対冬になったらフットサル大会になってやっぱりその講師の切り替えの部分のところがやっぱ初めぼやけてるんですよサッカーからフットサルに入ると。っていうことはサッカーでも切り替え切り替えトランジションの部分を言ってる言ってやってても。 やっぱその距離感の違いだとかコートの広さの部分でやっぱそこの意識ってなかなか根付いてないんだなっていうのがここ最近すごく感じてて、うん、でフットサルのトレーニングがもう冬になったら嫌でも毎回フットサルなんでそうなるとトランジションの部分がやっぱり良くなってくるんですよねボールを奪われた瞬間だとか、うん、ボールを奪った瞬間の飛び出しだとか。ってなると。 そのトロンコが今通年で週1回やってると思うんですけどやっぱ週1回とかやっぱ夏もフットサルを取り入れるメリットが初めてあるのかなっていうのは感じてますね。なるほど僕ファミナスは夏は基本サッカーなんですけどやっぱりフットサル週に1回だけでも入れてその切り替えの部分の意識づけだとか。 っていうところがぼやけないようにっていうので、もしかしたらフットサルってね、通年必要なのかなとかは今感じてます。えー、はい。まあこんなに近い二人でも全然やっぱり考え方違うわけですね。<laughs> まあまあ、まあ、なんかいやだからやっぱり本当にだからいやだから本当に僕一回それこそフットサルの日本代表いう2 0の監督やつ、鈴木隆二君と夜中までこれで議論したことあるんだけど。 やっぱりそのもうみんなそれぞれいろんな考え方がこうあるからまあ彼はだから2対1の攻撃とかまあそこでふとさらず戦術はサッカーに応用できればたくさんあるって言ってたしあの決してなくはもちろんないわけじゃないですかだけども環境としてそれをやらざるを得ないんだったらやっぱりなんとかねそれをプラスな方向に持っていくしかないしょうがないからしかないってい言い方あれですけどあのでもやっぱりどうなんだろう。 フットサル的なっていうか、技術の高い選手がやっぱり北海道からやっぱり出てるっていう評価ってどうなんですか、あるんですか、ないんですかね。いや、例えば J リーガーの中でも、やっぱり北海道出身の選手は、フットサルやってきただけあって、やっぱり技術が、そういう足元の技術高いよねみたいな。 そんななんか北海道出身のサッカー選手で特にコンサドー,ーレーの選手で足元っていう感じの選手はあんまりいないですよね、そうですね、でも、あのー、今までで言ったらそれこそ、あのー、山瀬選手たちもそうですし。あのー 宮沢選手もそうですし、そ、うん、れ以外ではそういう選手が出てたり、うん、コンサドーレでもあの西大吾選手だったりとか、神田恵美選手とか深井選手とかそういう風にテクニカルな選手は、うん、あの比較的えっと輩出してる方なんじゃないかなという風には思ってます。そのベースにフットサルがあったって考えてるんですか？やっぱ40年代ではやはりかなり。 フットサルがやってることで、あの足首でくっと方向を変えたりする、ボールの方向を変えたりするところなんかは、すごくフットサルによる影響でいい方に出てるんじゃないかなというふうに思います。えコンサドーレのアカデミーって、冬の期間でどうしてるんですか、雪降ってる間っていうのは。えっと、体育館も使いますしあの、人工芝のフットサル場を使わせてもらうこともありますね。うん、それは屋内のってことですか、はいはい はい、あとはあの屋内施設取れないときには、接中サッカーもやってますね。接中サッカーって、あれ遊びじゃ、遊びじゃないんですか、うん、あでもあの真剣にやりますけど、ただやっぱりかなりこう埋もれたりするので、うん、足腰の強化の方がメインには、まあ、なるけど。フィジカル的な要素をメインにしたって感じただやっぱり、キックという意味では<お>あの、かなり屋内に入るとできないので、接、うん、中サッカーでキックをするということ自体はメリットがあるかなというふうには思います。あはは いや面白いですねあのちなみにここでちょっと皆さんに聞きたいんですけどその冬場の雪が降るとこ今二郎さんからそういう話ありましたけど皆さんどういうふうに冬場のトレーニングっていうのは構築されて冬場やっぱあの高校選手権とかもそうなんですけど1月とかあるじゃないですか大会だからそのちょっと前から練習がねあの外でできない状況で突入するからあれかなり不利だなって正直思ってったりはするんですけど。うん ね、実際、高校選手権も体験してる数とかはどう感じてます実業は、えーっと、選手権が決まった、僕らが全国決まったときには、うん、12月の中旬半ばぐらいからもう本州の方に入って、あはいはい、ずっと遠征の中で練習、練習試合を繰り返して、本番そのまま大晦日、大みそか、<laughs> 丸岡高校でしたっけ、はい 相手はね耳なし高校耳な,耳なし耳高校はいえやっぱそれはどうだったんですかやっぱ外で久しぶりに行っていうわけじゃないけどやっぱり外での経験の少なさとかって感じますまあ一応長期的な春休み夏休み冬休みは本州の方に遠征には連れてってもらってたんでまあ行ったすぐはやっぱりどうしても視野が狭かったりっていう判ではあると思いますけどまあやっぱ 2>, 2, 2日3日たったらある程度は慣れてくるのかなと思うんですよねうん、うん、ただやっぱさっき今ジローさんの,そのキックっていう話あったんですけど、うん、やっぱ本州のチームと僕が違い感じたやっぱキックの質が違いますね、うんうん、ロングキックとキックの吸収質が全然北海道の選手より本州の選手の方がき綺麗なキックするなっていうのは同じ選手で思ってました。ロ<ー>、はい、はどうでしたその あ,あ、どうでしたとか、今もね、冬、はある、冬の練習とかってどうしてるんですか。<laughs> 冬の練習は、うちは今体育館でしかしてないです。ただ、えっと、やっぱり、今年いろいろ考えさせられるものもあって。この冬場をどうメリットに変えるかっていう部分に関しては、次郎さんおっしゃる通り、雪中サッカーっていうもので。補わなきゃいけないだろうなって思うところは、あります。どうであれ、やっぱり、えっと、視野。 から来る選択肢っていうのは絶対変わってくるはずなのであの視野を伸ばしておかなきゃいけないその感覚を保っておかなきゃいけないっていうところは体育館だけじゃどうしても構築できないと思うんですよねうん、うん、なのでそこに関しては、うん、とこの先やっぱり変えていかなきゃいけないだろうなとは考えてますなので一番のやっぱり体育館だけでやってるデメリットは、えー、とキックももちろんそうですそれはやっっぱりレンジが違ううていう部分でキックの 質がこう求められるる質が変わってくると思うのでショートばっかりじゃどうしてもいか,いかないからロングがうまくならなきゃいけない環境に置かれてるからロングが蹴れるようになる蹴りたくなるっていう状況だと思うのでそこはどういう形でか補っていかなきゃいけないなと思ってるので冬場であってもそれを確保するものは雪の中で足腰鍛えながら。 やまあうちなんかでもやっぱり太さるやってる選手がうちに来ると、まあ、どうしてもやっぱりヘッドダウンして、うん、まあ逆サイド見れなかったり視野が極端にやっぱ狭い部分と、まあ、どうしてもボールを足元に入れちゃう部分とまあそれは慣れてくると修正できるんですけどな,なかなかその2つの競技の、まあ、根本的に違うから、うん、そこら辺のど,どうどう なんだろう、修正していくっていうのは結構大変だなっていうのはいつも僕も感じてます。なるほど。あの、けさん、ちょっとその壁、壁紙というか、あの背景。はい。それ、ど、どこ、どこなんですか?あ。これ、これが背景が、のが、僕、これ。はい。僕、僕のグラウンドです。僕のグラウンド。そう。僕、僕の遊び場みたいな言い方してますけど。あ,そうそうそうあの、自前で持ってる、あの。 フルピッチの人工芝サッカー場です。お、で知ってるはいるんですけど、一応あの先ずね、今回あの北海道の方で初めての方もいると思うので、<あ>ぜひすみません。これあの千葉県の市川市にある、えー、北市川スポーツフィールド、あのフットボールフィールドというあのまあまあ私たちがまあ PFI っていう手法で、まあ、自分たちの自前のグラウンドを作って、うん、これを僕らのホームグラウンドとして。 あのまあ、ここに見えてないんですけどクラブハウスもあって、まあ、J クラブ並みの施設をあの僕ら持って活動してます。雪はもう2年ぐらい多分降ってないです。雪は降ってないですね。雪を降ることはあんま想定はされてないとは思うんですけど、はい、あの北海道の場合、まあ、こういった素晴らしいグラウンドがあっても冬の間は雪で基本埋まっちゃうじゃないですか。はい、郎さんんここれ例えば北海道でううういなうだろう 環境とかを作るのってどういうふうにしていったらいいってコンサドーレの中でもあったりするんですかまあ環境はてはいうか、うん、で、えー、大きく分けると札幌旭川を中心とした都市部とそれ以外のところでちょっと状況が違うかなと思ってて、うん、でやはり今人工芝が非常に増えてきてるので、うん、人工芝だとあの札幌でいったら3月末ぐらいでも使えたりしますし 旭川とかでも4月から使えるようなところはあると思うんですよね。うん、でただ、あのー、それ以外の地方に行くと、えー、天然芝のグラウンドがたくさんあるんですよ、うん、本当に、うん、たくさんあるんですけど、うん、やはり、あのー、雪解けから考えたらまだクローズしてるところが多くて、うん、なので5月ぐらいから使うことになるかなとで10月ぐらいにクローズしちゃって結局かなり狭い,い,かい5か月間ぐらいしかないと半年な,い,しない,ぐらいぐらいしかないことが多いですね。 で北海あのコンサドルのトップチームはあの下にシーター入れてもらってあの,ー、あの12月の降雪期も少しできるようにしてるんですけどそれ見たら他の施設よりもあの他の地域よりも作る時にお金がよりいろんなところでかかるかなというふうには感じてますなるほどあの僕僕はあのまあヨーロッパであのスウェーデンとかノルウェーとかフィンランドで冬の時期に あのサッカー視察行ったことあるんですけど、うん、普通にあの雪の上で結構みんな雪固めて普通にサッカーやってますからね <laughs> たくましいっていうか多分日本だったらやんないそこまでやんないんだろうけど普通にだってトッ,トップリーグのプロの試合も普通に雪の上でやってますからねだからそうなんですかそうだよいやだからそれはなんかなんだろう すごいなっていうかもうめちゃめちゃ雪降ってる中でトップの試合普通にやってるから <laughs> まあある意味すごいたくましいなっていうのは雪ってどのくらいのあら雪がもう完全に下固まってる状態ですよねだからへえー、もういやそういう中でも結構やってるのを見るとなんか なんだろうもうたくましいっていうかあの多分彼らは日本人よりはるかになんか寒さを感じる体温高いから、うん、<laughs> で観客大変だなと思ってそれはでも観客もいっぱいいるんですよだからあのだから北海道の人もそうするっていうわけじゃないけどまあなんか考え方とかなんか固定観念に縛られてる部分もしかしたら何かがあるのかなっていうのもちょっとそれ見て思ったし。 っていうかまあ世界寒冷地に行って思うこといろいろありますよだからいやサッカーがそれだけだってあの南極南極の氷の上でサッカーやってますからねみんな南極の地上を勤めてる人たちがああいうの見るとサッカーって本当どこでもできるんだなっていうのはあるあるかなって思ってます南極でサッカーやってるんすね 南極でサッカーやってるよ、うんあ。いや、もちろん遊びだよ、それは遊。遊びではあるけど。うん、南極、南極リーグとか別にあったりするわけじゃない。<laughs> 南極リーグがあるわけじゃない。あるわけないです。いや、俺はほら、だってさ、北賢と俺、うん、あの、サッカーマガジンゾーンで俺の連載ページがあったじゃん。うん、はいはい。あ、そうだ。あそこで載せたんじゃないや。俺がインスタで載せただけだ。うん、そうそう。うん。実はその写真持ってるから。南極でサッカーしてる人たちのね。 なるほどサッカーってやっぱりそれだけ世界中のこんなとこでもやってんのかみたいなとこでやってるわけだからでも俺の聞いた中ではなんかそのにに雪が深い世界的特に例えば青森市とか長岡とか30万人とか10万人都市とかなのに雪が3メートルとか4メートルっていうのは。 世界的にも結構珍しいらしくて、まあ、やっぱりそういう意味ではその雪のハンデというのはサッカーにおいては当然あるわけだから、一時期 J リーグの何春夏戦だっけああ秋冬戦にするうんうん。いや、要あれ結局北海道とかその含めた降雪地帯を見放すのかみたいな結構議論になったじゃないですか。そう,そう,そう,そうだから結局あの降雪地 を結局救済することはできないその時だけじゃあ厚生地域のチームはずっと上に南に出てろみたいなそれはそれでめちゃくちゃハンデでしょうみたいなまあ結局なんか流れちゃったわけじゃんうんなるほどなあまあそうですねであのヒロヒロさんはあれですよね河野さんとこう今回このイベントの前から実はちょっと知ってたんでしたっけ 河野さん、えっと、僕が河野さんを知ったのは、うん、僕の一番大事にしてるファッションっていうものを僕は大事にしてておそうなの,、はい、あの僕はもう情熱的にコーチングする方なので,はい、はい、でそのファッションを大事にしてるものを、うんえー、本にされてたんで <laughs> ちょっとあの気になって読んでたんですけどでそこに。 これが河野さんの本だと思って読んではいながらもこんな出会い方をするとは思ってなくてありがとうございますあのすっごく面白いですすっごく面白いですっていうのは本当あのこういう考え方が日本全国に広まったらどんなにみんな幸せだろうかっていうふうに僕は思って読んでましたちょっと僕はもう付箋貼ってこれみんなに手アしたいぐらい <laughs> <laughs> こんなに付箋貼っていただくだけでありがたいです まあああのありがとうございます。それでなんか刺さったのがそのハードを大事にする、ハードを作らなきゃダメだっていう、その育成年代においてもっていう話で、はい、これは、ね、ぜひちょっとあの、ハードがある意味、あるコンサドーレさんとはちょっと違って、ファミナスさんとトロンコさんはないじゃないですか。ハードに対してはどういうふうな考え方なのかなと、ぜひちょっと聞いてみたいんですけど。まあそのこの本の中にあのソフトよりもハードに投資しろっていう章があって、うんうん、えっと、 僕としてはやっぱりこの不利な土地でどうやってこう環境を整えていくかっていうこともえと考えていかなきゃいけないのは間違いないんですけどそこに簡単に着手することができないっていう中でやっぱりソフトに対しての質をずっと求めてやっている中でこういったえとものを読んであの限りなくハードも重要だっていうところは共感。 していまで今現在僕らは常時使わせていただいているのは、えー、と高校のクレーのコートをお借りしてトレーニングさせてもらってます。クレーっていうのは土ってことですか土の。で、えー、と月3回は、えー、旭川市の、えー、人工芝の施設がタイミングよければ使えるので、うん、えとそこを使わせてもらうっていうふうなやり方で。 やっててて、トレーニングしていて1週間に1回は体育館でフットサルをやっているっていうのが今の練習環境なんですけども、うん、毎日人工芝でトレーニングできたらどんだけ幸せだろうなっていうのはあの指導者としても選手の気持ちを考えてもすごく思いますそこは。え数の ファミナスはどういうい環境ででやってるんですか今ははファミナスは実業高校のめちゃくちゃきれいな人工芝グラウンドで毎日練習させてもらってるんで、こういう面では、旭川ではコンサ東川以外、ファミナスぐらいですね、こういう環境面であのいい、恵まれてるのはひ。東川さんも結構いいんですか、コンサ東川も。人工芝ですね東川,東川町の人工芝グラウンド使わさせていただいてます。 えじゃ人工芝のグラウンドはそんなに希少なんですか希少です希少ですそっかじゃあみんな結構子どもたちは土のグラウンドでずっとプレーしてまあ普通の少年団っていうかチームはもう小学校の砂というか土グラウンドが普通なんであとはね根佐東か以外の僕ら町クラブがどういった環境でやれるかっていうところだと思うんですけど、うん なかなかその旭川市の人工芝グラウンドも、まあ、いろんなカテゴリー含めて4種だけじゃないんで。うん、まあ、取り合いつっ,ったらあれですけど、なかなかご予約が埋まっている状況とかだと、使いたくても使えない状況なんで。そこはもうちょっと、あと一つ二つあれば、いいなと思いますよね。これは健さんどうですか、グラウンドを作るっていうことの課題とか。いや、あの、うん、僕がその本で、その書を書いた時には。 別に北海道をイメージするわけじゃなかったので <laughs> 北海道の人たちまで同じようにあのグランド作れって言うつもりはもちろんなかったんですけど、まあ、それは普遍的に書いただけであの、まあ、それやっぱり北海道で作るにはだって僕らが本土でこの後ろのグランドのようなものを作ったってあの40%の時間は使えなかったらもうとてもやっぱりペイできないから、うん、それはもう簡単な話やっぱりないじゃないですか。 だから、やっぱり何か別の方法があの必要だと思うし、だそこをエンターテインメントに変えるような要素で、今、なんか北原さんがズーム中に僕に LINE してきたけど、何で,ですか、何ですかこれ見えるかな教えてください、何か見えるかな見えるようで見えない。<laughs> 微妙に見えないです。ジローさん、何を送ったんですか <laughs> なんかヨーロッパであの、サッカー、 大人のサッカーやってるスタジアムの,あの脇で、うんあのー、お風呂に入ってるっていう写真があって。はいはいはい。北見に送るから、あのーあ、送ります。うん、画面共有しますか画面共有して。<laughs> これは何ですかこれ、すごいっすね。ちょっと待って、ね、これ、僕が前の投稿したやつ引っ張り出してきたんでしょ北さん。いや、僕、これ、もともと持ってました。いいやいやこれ えここに書いてるコメントってお、これ、俺のもコメントだよ、ねあ。じゃあ、僕、河野さんのやつをたまたま作る人としたんで、そうだよ、これ、これ、これ、俺の記事だよ <laughs>。そうですか。えっと、デンマークのホブロスタジアム,、えー、ジアムで温泉に浸かりながらサッカー観戦できるようなになってんの、これ。はいはいはい。これ、このもう雪、めっちゃ雪降ってる中でサッカーやってるんじゃ、これトップリーグだと思うけど。うん、はい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 。 いやこういう発想とかさもうこの感度をこういうふうに変えちゃう発想とかってすごいなと思っていいですご、ね、い雪積もってますねこれね <laughs> だから僕が言ってるのはあのこのこ,これかこれよりちょっとぐらい積もってる中で普通に結構トップリーグやってるんですよはいはいはいでもね、うん、このこのレベルじゃないんですよね旭川のそうだねそうだねうん、うん、そうだねすいません <laughs> も,うも,うぜもう雪かきが嫌で僕東京出てきたもんなんで <laughs> 本当にでもこのコンサートよりもスタ,スタジアムの,あの横全部温泉にしちゃうばいじゃないですか <laughs> そうですね温泉の熱でとかせばいいんでねそう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 , <laughs> そういう発想もねありますけど面白いですねあのすいませんもう結構かなり喋ってきたんですけどあのこのあと、えー、9時ぐらいからちょっと質問タイムを設けるので 皆さんあの質問をチャットに、えー、と書き込んでいただきたいんですよ、えーと。チャットにこんなこと聞きたいですっていうテーマがありましたら、あのー、どんどん、えー、書き込んでください、あのー。こちらの方でちょっと答えられるもの、答えていきたいなというふうに思います。はい。まあ、ちょっといろいろとね、あのお話はしてきたんですけれども、少しこの件についても話をしたいんですけど、ちょっとお待ちください。えっ、ー、とですね。 まあそ,、ね、そのハードの部分ともう一つ、えー、こちらです。えー、U11、プレミアリーグ、これ、あプレミアリーグ北海道 U11 ですね。あのー、についてなんですけど、これ、次郎さん、あのー、2年前から始めて、これは1年目だったんですかそうですね、1年目で、去年は残念ながらコロナの影響でできなかったですね。 どういう基準でというかチーム声かけたりとか参加をあれしたんですか、えっと、?2019 年の時には、うん、あのー、実際に動き出したのがもう4月過ぎてぐらいですごくバタバタしてたので我々の,あのアカデミー組織中心に、はいえっと、その中でいつも、あのー、コミュニケーション取らせてもらってる、M、さんにお声かけさせていただきました。うんえっと コンサドーレからは、まあ、メインの、えー、コンサドーレ札幌で東川釧路室室蘭ああのど,どれもメインですよろしくお願いしますああすいません申し訳ないです <laughs> ああの各、ね、地域のチームとあとファミナスとトロンコ旭川、はい、で SC 釧路は、まあ、明らかに釧路のチームですよね、はい、FC デートさんは,さんはどこのム室蘭の近くの これ素朴な疑問なんですけどどうやって試合をどういうふうにそれこそ本当に急だったので、うんあのー、この年はもう全部自分たちのコンサートで札幌のアカデミーのグラウンドに毎回来てもらって、うん、でやったんですよね。なので、あのー、全ての、あのー、交通の利便性は札幌に向けて発展して。うん 整備されてるまあ集まりましょうって言ったら札幌になっちゃうことが多くてで旭川と室蘭は2時間圏内なんですけど釧、うん、路がやっぱり4時間かかるので、うん、朝出てきてもらって2時間試合してまた4時間で帰ってもらうっていうのは非常に心苦しいところはありますね。あ往復8時間ですもんんんねこれはい、は実際参加しているひろさんさんは ど,などうして参加しようっていうふうに決めたんですか、えっと、僕らとしてはやっぱりより高いレベルのチームとリーグ戦をできるっていう機会としては非常にありがたい環境ですので旭川から札幌までの交通の時間を考えたら全然参加させてもらえた方がありがたいなと思って参加してます。 僕も実際,実際うう試合やってみてどうだったんですか <laughs> じゃあ、カズ君どうでした試合やってみて。コササ札幌だけですね、ボコボコにされるのは。やっぱ強いですか強いですね、全然強いですけど、まあ、その、朝日川にいてもボコボコにされるって経験やっぱないんで、<laughs> ああ、なるほど。うんうん、やっぱりそういう、ちょっと自分たちのレベルより高いレベルの相手と、うん。 やる環境をやっぱりこういう今はこういう時期だから同じぐらいの力とやろうかとかやっぱりここはちょっと何もできないぐらいやられるのも大事だなって言ったらやっぱ自分たちより格上とやらせてもらって。うんうん うん、でそれがやっぱフィジカルの差っていうのが逃げ道、はい、どうしても逃げ道の理由になっちゃうから、はい、やっぱ同年代で何もさせてもらえなかったとか、うん、何が違うのかっていうのはやっぱ子どもたち本人が感じてくれることが成長につながるのかな自分たちでこう課題 <laughs> 自己解決の力が少しずつついてくることになるのかなと思って参加させてもらいました。 えやっぱトロンコもファミナスも朝日川がかなり強い方なんですか今ね自分たちのもなんですけどコンサ東川に続いてファミナスとトロンコが頑張って2強を争うコンサを頑張って倒すぐらいの位置で頑張れてるかなっていうところかな。あなるほどだからそういう面では、うんえー、それ以上のチームと戦うにはやっぱこうやって出ていったりとかがう,、ね、うん。うんうん、と思って出てました。 あの子どもたちがやっぱり、さっきカズも言ってるけど、えっと、体感して、要は経験して、感じて、よりやりたい、やらなきゃっていう思いになることの方が多いので、僕らがどんだけ高い水準を求めてても、そこを必要としなければ、えっと、そこを求めないので、その経験の場っていうのは、必ず必要になると思ってますで。これがやっぱり今は北海道のリーグとして えとやってもらってますけどそれがやっぱり全国の相手に対しても経験させてあげたいっていうのは、えー、と間違いなくあると思うしそこから得られるものっていうのはより成長を加速するものはあるんじゃないかなと思ってます。リーグ戦っていうのはどうですかあのリーグ戦まあ大体やっぱ結構トーナメントが多くないですか旭川の大会ってそ。そんなことないよね。 最近は、えっと、予選リーグや、あまあ、えっと、年間同士の全日、全日本少年サッカーの方はリーグ戦でやってますし、基本的にその試合数をっていうのは、そういう考え方になってきてるので、予選はリーグ戦、決勝はトーナメントっていう、カップ戦であっても、そういう形にはなってきてますけど、比較的、 やっぱリーグ戦でさっきも言われたワンクール目と2クール目と2試合やることでまた戦い方が変わるとか1試,1試合目を分析して2試合目どう挑むかっていうところは実はえっとそこまで今指導者内ではやってますけど子どもたちに対して落とし込んでっていうところは僕らはまだそこまでそんな深くはできてないのでさっき河野さんおっしゃってたところに関しては今後 率先してやっていきたいなと思ってます。なるほど。健さんもやっぱこの二二巡でやることの重要性ってかなり言われてますよね本の中でもね。ね。あの、うん、結局リーグ戦をじゃあなんで僕が全国でどんどん推進してるかというと、もうそのトーナメントが主体でやってるまあ全国全日本少年サッカー大会とか全国高校サッカー選手権とかインターハイとか野球の甲子園とか。 このトーナメント主体でやってる国なんて世界でないんですね。まあないって東アジアの国にはあるけど、まあ、ヨーロッパ南米にはないんです。90%の試合がもうリーグ戦が基本なんです。なんでかっていうとそのリーグ戦っていうのがあの基本的には、まあ、例えば16チームブロックっていうのが多いんですけどそうすると15試合、ホーム15試合、アウェー15試合、30試合。これを戦うことによってホームとアウェーを繰り返すことって。 1一回やった試合の、えー、反省点を修正して、で次の試合で、もう一回それを <laughs> 試合をするというサイクル、これによって選手も指導者も学ぶ仕組みがこうできてるんですね。だけど日本はトーナメントばっかりやってるから、もう二度と戦う相手じゃない,い、いつ戦うかも分かんないような相手と試合すると、まあ、それを振り返る。 例えば映像分析とかも意味がないんですね。それを。だからリアリティがなくなるっていうか、だから実際、選手たちがそういう思考に行かないっていうか、もう必ず、ヨーロッパの選手たちのように、必ず必ず振り返ってそれを学んでっていうのが、もう当たり前にコーチが言わなくたってやっていくわけですよ、みんな。だって必ずやられた相手にもう二度とやられたくないから。だからそこの仕組みの差っていうのは、リーグ戦の凄さっていうのが、まあ、僕自身もヨーロッパにずっといて、 その中で育ってきたもんですから当たり前のようにその仕組みを導入しないとそもそも日本の育成のスタートに立てないっていうかまあだからあので5年前に日本サッカー協会なかなかこう進まないリーグ戦化が進まないよねって言った時にあの別に僕らがいいと思うことをやればよくて別に日本サッカー協会に何でみんな頼るのって僕は思ってたんでじゃあ俺が俺らがやるよっつってあの日本サッカー協会に代わって 僕らがリーグ戦を立ち上げてどん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 広げていったら、えー、こんなに巨大な33まで来てついそれに今日あのあの報告が来たんですけどあの今まであの東北が青森県と福島県の2つの県しかできてなかったんですけど今日連絡が来て東北6県全県が4月から、えー、プレミアリーグをスタートできるようになりましたと<ー>東,東北の責任者の人があの本当にあのこれは素晴らしいことだと思うし。 これで本当に40都県都府県ぐらいに今なってると思うんであと12年で全国制覇ができるんじゃないかなと思ってるしこれはこれだけ多くの人たちがやっぱりプレミアリーグっていうか、まあ、リーグ戦の素晴らしさを実際やってみて体感してでさらに僕らはスリーピリオド制って全員がちゃんと試合に出場できる仕組みを採用してるんで試合に出れない子はいないわけで楽しみながら強くなるっていうことを実現したいと思って。 あのこれを全国で当たり前のような形でなればいいなと思ってます。あの次郎さんにお聞きしたいんですけど、はい、やっぱこのリーグ戦がやっぱコンサドーレさんがねある意味こう実行委員長としてやってくださっていることってすごく大きいと思うんですけど、話来た時というかどんなふうに感じられたのかなって。そうですね。あの当初話来たときにはまだそのこのプレミアリビューグ U11 の理念とかそれに伴ういろんなルールの 背景にあるものとか理解してなかったので、初年度は本当にまだまだ、あのー、しっかりできてなかったかなと思うんですけど、とりあえずまずやることが大事だなと思ったので、あのー、お話があったときにすぐあのやらせてもらいますっていうのと、ただやっぱりグランドの問題があるので、うん、じゃあとりあえずもう自分たちのグランドでやって、とにかく今年はや,もうやってみようっていう感じだったっていうのが正直なところで、でも実際やってみて、かなり、あのー、重要なことだなとは感じました。 あのカズ君、ヒロ君に聞いても、2021年度もあればぜひ参加したいというお話をしてたんですけど、この今シーズンの予定はこれからなんですかそうですね、ぜひやりたいと思ってました。ただ、あのうん、去年はそれこそ札幌と札幌以外の行き来というところは非常にコロナの関係で規制されていたので、そういう意味ではすごく難しくて、そのあたりとの兼ね合いをしっかりと考えながら、ただぜひ。 2021年度はやりたいなというう思ってますそうですよね、そって一気に、ね、北海道といっても中で、ね、結構広いし、またちょっと独立した場所同士みたいな感じがあるんで、そこはなんか難しさも。どじゃあ、あのー、これは2021年はまた決まり次第アナウンスがあると。そううですすね、はいはい、ありがとうございいますで えこう話している間にたくさん質問いただいておりますので、えー、とちょっとじゃあお答えできるものをお答えできしていけたらなと思うんですけど、ちょこれ、二郎さん宛ての質問が何個かあります。まあ、北海道の強豪であるコンサドーレさんが全国に出ていく中で、本州の強豪と何か差を感じますかっていう。えっと、一つはあの、やっぱり全国大会 であるのが、まず夏が多くて、うん、夏はもうとにかく暑さとの戦いなのでこれはすごく難しいっていうのと、うん、冬はさっきあの菅原さんおっしゃったようにもう一回外でやるシーズンが終わってから8週間ぐらい空いたところの全国大会なのでそのあたりの難しさっていうのは2点あるかなと思ってましてでそれ以外でいくと基本的には自分たちが何か力が足りなくて全国の強豪が力高くてその差を感じるというよりはあの特徴の差は感じるけど、うんあの いいつもやれるるなとううふうには感じてるんですよね、うん、特に小中学生に関してはあのいつもそのようには感じててで有数年代になると僕らは北海道の選手だけで育てるっていうのが理念でやってるんですけど他の全国のチームは全国からこうスカウトしてくるのでそういう意味ではあのいわゆるこう小中学生で戦ってあのチームとあのチームから来たチーム選手が集まってこういうチームになってるんだなっていうところとやった時にはいい選手のあの。 総数では少しこうかなわないなっていう時もたまにはあるんですけど、そういう中でも僕らは、ちょっと自信,自信を持って選手がプレーできている時には、かなりしっかりと、あのー、自分たちの力を表現できてるんじゃないかなと思います。なるほど、ありがとうございます。あちなみに、菅原さん、佐々木さんのチームは全、なんか全国大会とか出場したことっていうのはあるんですかいいやないです やっぱそういう全国、北海道ももちろんです全国のチームとやってみたいなっていうのはありますか、他の本州とか。そうですね、まあ、全国大会行くのは、コンサー札幌倒さないとなかなか行けないんで、はい、それならお金を出して遠征行った方が早いかなと思ってます。<laughs> 経験をね、まあ、ある意味突出してるがゆえにね,ね、はい。どっかフェスティバル行きたいなと思います、本当に、うんうん、コロナが収まれば。はいはいはい。そうっすね さっきも言ったようにやっぱ経験して感じること経験して初めて、うんえー、頑張ろうと思えることの方が多いと思うんですよね子供たち、うん、なのであの市川ガナーズさんの方にお邪魔しようと思ってますぜ <laughs> ぜひぜひ, <laughs> ぜひ,ぜひそれだって市川ガナーズなんて一番大きいのはあれですよねフェスティバルで 本当にいろんなところのチームがやってきて、週末、いろんな経験できますもんねそうですね、もううちは日本中から来てくれるんで、まあ、やっぱりグラウンド持ってる強みを生かして、皆さんがあの来てくれるのは、本当にあの大きいですねちょっとこう、社交場じゃないですけど、もはやなってますよね <laughs> <laughs> まあこの間まで、去年、おととしまでか、あのあ去年か。 ああもう2年前か、あのうん、プレミアリーグの,あの全国大会をうちのグラウンドで開いてたからで、どん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 規模が大きくなっちゃって、あのもううちじゃちょっと2年以上ないとできなくなっちゃったんで、うん、本当は去年はその、女川町で初めてその全国大会をやる予定だったんですけど、コロナで流れちゃったもんですから、で今度3月の27、28かな、最終週に東北大会を女川町で今度やるんですけども。 当初、もう少し規模を大きくして、本当は北海道さんも呼ぼうと思ってたんですよ。だけど、やっぱりちょっと規模を縮小して12チームになっちゃったもんですから、遠、ま、く、あの中だけでやることになって、本当は僕らと僕うちのチームも行ったりとか、もうちょっと規模を大きくしようと思ったら、やっぱりこのコロナの状況じゃ、やっぱり移動がでちょっとできないってことで、まあ、本当に早くコロナが終わってくれれば、もっともっといろんな活動ができると思ってるんで、まあ、今この状況だとね、うちのグラウンドに試合に行くのも難しいじゃないですか。 うんだからあれですねそれちょっと少し状況が変わってきたら皆さんで市川ガナーズのグラウンドに集合して全国のチームと戦う<非>でもこれ重要,<の>重要ですよねまず強いチーム集めてきますうん、うん、いいいと思いますそれあとあの逆に今次郎さんあのコンサドール札幌さんがやっぱり突出したチームがあるっていうところ話ありましたけど 北海道にコンサドーレ以外のプロチーム、まあ元 J クラブになるようなチームができたとしたら、それは育成年代にとってやっぱプラスになるところってあるんでしょうか？もうそれは非常になると思います。間違いない。なる。でもライバル増えちゃいません？あ全然もう大歓迎です。あのやっぱりいいあのたくさんの選手がこういい環境を得られるっていうのは一番なので、自分たちで選手をこう集めるというよりは<の>いろんなとこに いい環境があってたくさんの選手が夢を見れることが大事かなと思う。やっぱりあのライバルがあることが成長になるんですよ。だからあの強いチームができるだけ増えた方がいいわけで。うん。だから東北に JFA ア,アカデミー福島ができた時もいろんなこと言われたんですけど、でも結局その地域のレベルを上げるには。うん、だじゃあなんで関東が強いかって言ったら、強い、うん、チームがたくさんあるからもうお互い近くの近くで切磋琢磨しながら普段から。 やれ,やれる状況をできるだけ作った方が絶対結果,結果としては成長するんですよ。もうそのチームが全国大会出にくくなるとかそんなちっちゃいこと言わないで、うん、あのやっぱりライ,バルのそのライバルができた方が絶対いいですよ。なるほど昔オーストラリアが、ね、オセアニア地域でワールドカップなんか毎回毎回,毎回出てたのにそれをあえてアジアに移籍して。 日本とか韓国とは強い中にオーストラリアが来た意味はそういう意味ですよ。ワールドカップに出るっていう観点から見たらあの出にくくなったけど、それでもアジアとか日本のワールドカップ予選で強いチームと当たることによって、オーストラリアはさらに成長して強くなったわけじゃないですか。だから本当にあのその仕組み、そういうことが分かっているところはちゃんと自らライバルのところに行くわけじゃないですか。まあ、それがやっぱ成長する仕組みだと思います。ありがとうございます。えっ、ー、と、 他にあこれはだから皆さんに聞きたいんですけど、まあ、北海道の皆さんに聞きたいんですけど、育成の成果、まあ、ビジネス用語でいう KPI、何を持って何かの目標を達成したとか、どういう目標に設定するかっていうのは、まあ、U12 世代をね、見て、見られている方と、まあ、あのアカデミーとして見られている方、またちょっと違うところもあると思うんですけど、これ、それぞれお聞きしたいですね、何を目標設定というか、し,しているのかっていうのは。 自分かからいきまますすじゃあジロさんお願いし KPI になると計測可能になるのでなかなか難しいんですけど、うん、まず自分たちのビジョンとしてはやはりその、うん、自分たちが関わってる選手を含めて全員があの人生が豊かになるっていうことが一番かなと思ってて、うん、究極で言うとやっぱりサッカーもツールであって人生を豊かにするための一つの手段であるのでそういう中であのとにかく、えー、自分の人生が豊かだなって今思うこともそうだし我々の クラブを巣立っていった選手が、後々そう思ってくれることもすごく大事かなというふうに思ってますなるほど、ちょっと広い視点でというか、まあ、サッカーだけじゃなく、まあ、あのじゃあカズさん、ヒロさんは、この自分たちがやっているチームの上でのなんか何かせ目標設定みたいな何、どこに置いてるのかなっていうのは。うちとしては、えーとまあ、みんなが主役っていうものをテーマとしてやっていて。 より主体性のある選手をこう、はい、あの生み出していきたいなっていうところを目標としているのでそれこそまあサッカーだけでプロサッカー選手になって人生を追われるわけではないのでその主体性が、えー、後の人生も含めて仮にプロなんて一握りだっていうのは誰もが理解していると思うんですけどあのプロ選手を目指してやってる子どもたちの夢をつむきはないですけどそこは叶えるための最大限の努力はした上で。 それだけじゃない部分もこう生み出してあげたいっていう風な目標を持ってやっています。で最終的にはというかもうちょっとこう僕は旭川から出たことがない人間で旭川に対しての思い入れが強いので、うんえっと、どうしても今札幌関東関西に旭、うん、川出身の選手がこう外に出てきたっていうのは僕としてはやっぱ寂しいところがあるので。 旭川で育った選手たちが、後に旭川のフットボールにまた関わりに、関わっていくっていうことがあの実現できるようにと思って、この指導者を始めてる部分があるので、<ー>そういったものをこう目標にしてやっています。なので、長くフットボールに関わってくれるようにっていうことを思ってやっていますうん、うん、カズさんはどうですか 僕もファミナスのチームの一番理念というかあれにフットボールを通して笑顔を増やすっていうところがやっぱあって、うん、まあ僕自身なんか笑顔っていうところが人生の結構モットーというかでやってきたのでまあそのそこですねまずはみんなでやっぱとにかく楽しい雰囲気笑顔でフットボールに取り組むっていうところとまあそれこそ仲間を大切にする心を育てるクラブっていうふうにもしてるんですけど。 まあこれからこの先絶対人生の中でまあ人と関わる仲間がいてこそっていうのをうん世界に旅立つと思うのでその時にこう周りの人間を大切にできるような心を持った選手を生むところが目的ですかねプロのためにとかプロ選手を育てるためにっていうようなところはあまり逆に持たずに僕自身とにかくただサッカーフットボールが好きで、うん。 楽しくててやってるも究極の趣味ってよく自分でフットサルのこと言ったんですけどやっぱりこう好きで楽しくやってたらいつの間にかプロになってたとか、まあ、日本代表まで選,べ選んでもらったっていうところが自分自身経験の中であるので、うん、そういう面ではとにかくフットボールって楽しいんだよっていうのを小学年代でもっともっと気持ちをたくさん大きくして次のステージにあの登ってもらうっていうところ。 ですかね、一番ど、はい、ありがとうございますちょっとここから1個ちょっと聞きたいんですけどこれも質問の中からも少しあったんですけど北海まあいい選手を育てるためには選手のタレントだけじゃなくて当然指導者のレベルアップも必要不可欠じゃないですか北海道の指導者ってなかなかね仲間とかもいるんで難しいと思うんですけど指導者のレベルってどうなんでしょうかっていう。 <laughs> 誰がパターにしてた指導力が高い指導者はたくさんいると思います。でただあの多様性って意味でいくと他の都道府県に比べてすごく少ないと思いますほ<う>あの。やはりすごい真面目でこういうふうにやってった方がいいんだよって話があると本当にそれをみんな追求するっていうのがあ,のあって。で いい指導者の方いい教育者の方が多いかなと思うんですけど、うん、やっぱり関東関西行くともう、あのー、この間のリップエースの方のたく話もたくさんありましたけど本当にこうそれぞれのクラブでいろんな独自性を作ってやってる方々が多いのでそういう意味でいくと北海道の指導者も選手も、あのー、その独自性を発揮してというよりは、うん、本当にこうしっかりと自分たちが。 こう理想とすべき教育像に向かっていくっていう形の方が大きいんじゃないかなと思ってます。なるほど。旭川はどうですか指導者のレベル。今はね、菅原、佐々木っていうのは多分、新世代だと思うんですよ。多分、そうやっていろんなものを見てきて、経験してきたものを旭川で還元するっていう。まあ、ある種、僕がちょっと感じるのは、2人はすごく上の存在で、経験値を含めて。まだまだだやっぱり 普通にやってる少年団とかだと、そんな、なんだろう、指導者のレベルっていうのも高くないのかなとか、勝手に想像しちゃうんですけど、いかがでしょうかあの僕なんかはまだその育成っていうものに参加させてもらって2年しか経ってないので、うんえっと、ずっと関わってくださっている指導者の方を、差し置いて何か物言える立場ではないんですけど。 育成やってる中でやっぱり子どもたちと向き合ってる時間っていうのは確実にその指導に表れていくとは思うんですよねうん、うん、なのであの浅香にもやっぱり高い指導力を持った指導者の方はたくさんいらっしゃると思いますはい、はい、ただやはり閉鎖的な地域であるっていうのは間違いないので、うん、北海道っていう土地柄もそうですし アサヒっていうものもそうですけど、うん、比較的外からの情報を取り込みづらい取り、うん、あまりオープンじゃないっていう部分はどうしてもあるのかなとは思ってますそこに関しては僕らも常にこうオープンでいろんな情報をいろんなつながりから入手できるところにはいるので、うん、そういったものをどんどんこう広めていってそれがまあ認めてもらえるのであればそういった考え方もこう 広めてていいいきたいなとは思っていますすあれですよねトロンコは高橋健介さんがアドバイザーというかやられてるんですもんね。はい。要は、うん、スペインとかでやってる情報とかが入ってくるわけですよね。そうですね。だから今自分がこう向き合ってる現状と、うん、健介から入ってくる世界ではこうだっていう部分のギャップをどこにこう落としていくか。 まあ落とさずに新たなこう文化を作っていくかっていうところはいつもこう話している中で新しいもう文化を作っていくっていうことが日本の将来につながっていくんじゃないかみたいなのをもちろんスペインをまるまる取り込むってことじゃなくて現場にあった落としどころっていうのをしっかり見出した中でやっていったらいいんじゃないかっていうことを常々求めてやっています。家族はどうですか朝日川の指導者 いいええもいやひろひろは自分を守りながら発言してるなと思って <laughs> いや俺はもう思ってる通り <laughs> <laughs> いやーよくないっすよ最近の指導者はお<ー>はい、あ、よくないですよくないですあのよくないっていうのも別に自分が優れてるとか、うん、あの僕の指導が合ってる間違ってるはまあもちろん置いといてなんですけど、うんうん、やっぱり僕らの ちょっと上の年代の山教員の方が多いんですよね。うん、まあ、少年団っていうところが。あうん、まあ、旭川クラブチームはもう4つ5つしかないので、はいはい、でそういう中でやっぱその情熱は絶対。僕とかひろとか。このクラブチームの指導者は負けてないと思います。うんうん、で、別に。僕、最近その特別な練習をしなきゃいけないとか。他のチームと変わった。こうなんか独特な練習っていうのは別に。 重要なこともありますけど、うん、そこだけに特化しなくてもいいとは思っててただただ本当に子どもたちをうまくしたいとかやっぱりその情熱を持って指導するってところにとにかくこだわりたいっていうのがすごくあって、うん、僕1回の練習でででめちちちゃゃく最近疲れれるんすすよそれぐらい本気で子供たちと接してますだからその気持ちは絶対朝日川の他のチームの指導者には負けてないと思うんで。うん そんな試合中ふんぞり返ってベンチでダラ,ランとしてるとか足組んで何もこうね見てるっていう指導者がいる時点で朝日川はダメだと思います。やっぱいるそういう指導者はまだまだいると思います。いると思います。佐々木くんがその現状を今話してくれると思います。<laughs> <laughs> やめてそのパスの出し合うのちょっと。まあでもあのそれって別に。<laughs> ささんん川だけじゃなくてて、ね、全国、ね、<う>見てますもんね僕は本当に全国回ってもちろんこういう実際の指導者たちと会議やって全国津々浦々を、まあ、多分僕が一番日本の中で知ってるぐらい回ってたからまあでもそのそういう現状はまあ全国にやっぱりあるんですよね、うん、結局は。あの別に旭川だけの問題じゃなくて、まあ、そういうものを少しでもまあ今現状変えようと思って僕も日本中で。 あのクラブの経営者集めてセミナーやったりたくさんやってきたんで、まあ、少しずつでも僕らがこういう活動をしたり発信していくことによって、まあ、少しでもあの、まあ、そういう指導者が気づいてくれるのが一番なんだけどじゃなければやっぱり保護者の今日聞いていただけるようなし保護者の方たちがの基準をちゃんと上げてあげて、うん、そういう人たちを選ばないような仕組みにしていきたいなと思ってるしそれはだから。 あのこういうことを僕らがどん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 発信することによってやっぱりあの皆さんの今まで思ってきたことがあのあ違ったんだっていうかやっぱりあこれが正しいんだよねっていうものをあ今までの固定概念を変えていきたいなと思ってるからこういう活動一つ一つが僕は大事なことだと思って一生懸命やってるところですいやその。まさにに、ね、今回の非常に 大事なポイントでもそうやってねあの菅原さん佐々木さんが今の現状っていうのを話してくれたことでまあやっぱそうなんだなみたいな。でおっしゃるように保護者の方今日ね100人以上の方が本当参加してくださって多分あのおそらくいろんなチームの関係者の方も多いと思うんですけどそういう方々がの、まあ、要はんて言うんだろう研さんはよくお客さんある意味お客さんっていうじゃないですか、はい、あの保護者っていうのは。はいはい だからお,客さんだお,金,お金を頂い,いてるわけだから、うんうん、やっぱ僕らはあのね、あのー、他の業種から見たら僕らはね保護者の皆さんからお金頂い,いてでそのお子さんに今サッカーを通じて関わってるんだけど、まあ、そのお客さんの子供にやっぱり怒鳴ったり試合に全く出さないとかへ、うん、平気でこうやってるみたいなのって考えてみたらすごい末恐ろしいことやってるんであって。あのー そんんなな業界ないんですよね少年スポーツの世界だけがこんなことやってるけどやっぱりそれをまあ僕ら指導者とかクラブ側はやっぱ悔いを改めなきゃいけないと思うしちゃんと真摯にかんあの学ぶべきだしで保護者の方たちもあの本当に理不尽なことがあるんだったらやっぱり黙ってないで声をやっぱ上げた方がいいと思うし今まではス,スポーツの世界って勝負の世界だから、まあ、しょうがないのかなって泣き寝入りしてきたり、うん、我慢してきたりした人が多いと思うんですけど。 あのー、本当におかしいんであればちゃんと、あのー、伝えた方がいいと思います、あのー。そういうことを選ばれるクラブに僕らになっていかないといけないし、うん、やっぱり保護者の方たちの,あのそういうレベルを上げることによって僕らはやっぱり選ばれるクラブになる努力していかないと特にまあコロナの現状の中で本物が残って偽物が淘汰される時代が僕は来ると思うし、まあ、結果としてはそ,その方がいいとさえ思ってます。 なるほど。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとあのかなりね、もう90分になりそうなので、のあの二郎さん1個だけちょっとピンポイントの質問来てるんで、答えてもらってもいいですか <laughs> あの。野々村社長がよく、うちの下部組織から中盤より後ろの選手が出てきてるけど、フォワードの選手が育ってきてないと、課題だと言ってるとあの、その要因をどのように捉えてますかということですね。確かかにコンサドドーーレのフォワードって J とか、はい ね、徳倉さんとかあの鈴木武蔵とか割と北海道出身じゃない選手が多いような気がするんですけどこの辺りって何かアカデミーとして分析されてることとかってありますか、えっとまあ、当然アタッカーを育てるのは簡単じゃないんですけど、うん、あのやはり僕が思うのはまず2つあって1つは自信ですね、うん、北海道の選手すごいいい選手たくさんいるんですけど自信がまだまだ持てない。 それは多分我々の携わりも含めて変えていけるかなっていうのと、あとは表現力。表現力がやはりあのまだまだうまくない。いいもの持ってるんだけど、それを表現する。うん、それを一回の試合で表現する。その一瞬のプレイで表現するっていう表現力はやはり得意な方じゃない。っていう意味でいくと、 んと僕らも結構そのいろんな選手たちを減点法で見ちゃうんですけど、うん、そうではなくてしっかりその選手のいいところを加点法で見ていってあげて原点悪いところばっかり目にいかないでその選手が何,か何を一番表現できるのかっていうを大事にしてあげて育てるっていうことが一番、あのー、大事なんじゃないかなとその2つが大きな原因かなというふうには考えてますストライカーの育成、まあ、ポテンシャルはある。そうですね、はい 僕も,ちょ僕もちょっといいですか、ちょうどあの、まあ、コンサートで札幌ということで、僕、それこそ鈴木武蔵選手とあ意に、まあ、しててあの、まあ、うちの息子のシュートと一緒にやってたもんですから、まあ、最近、息子のシュートと一緒にファッションブランドを立ち上げて、まああの、武蔵選手と一緒にこうやってて、まあ、僕もこの間、武蔵選手と一緒にズームやったんですけど、あの武蔵選手なんてあの、それこそジャマイカで、うん で桐生第一でこあの新潟を、アルベックス新潟入って、もうずっと試合出れなくて、全然ダメな時代が何年も何年もあって、水,水戸にレンタル出てた時も全然出れなくて、で最後のもうこれが最後と思って、ビファーレン長崎に来て、うちの息子と出会って、そ,そこであの高木監督のストライカー教育によって花開いて、あのもう、もうお、 <laughs> 後がなないいい状況の中でで、まあ、彼は花開いたわけじゃないですかそれで、まあ、コンサートで札幌に移籍してきてここでまた点をたくさん取って、まあ、今ベルギーにいるわけですけど、まあ、だからストライカーってその最初から取れるかどうかっていうか結局やっぱ何かで開花するっていうかうなかなかだからそのこれってだって世界中が悩みなんですよこれ日本だけの悩みじゃないですからね。うん そんなな簡単にストライカー出てこないんですよだからやっぱりこうそんなかん、まあ、北海道だから攻撃の選手が出ないわけじゃなくてこれはでも全国的にどこでもやっぱりそうだし僕らも点の取れるフォワード欲しいですからでもなかなかそんな簡単に作れるもんじゃないですからね。うん、まだけどそのんだろうその武蔵選手とか見てるとやっぱりストライカー教育とかやっぱり。 あれほど去年まで点取らなんでいきなり点取れるっていうのは何かがやっぱりあるじゃないですか結局メンタル的なものも含めてまあそこはもっともっと解明していく必要があると思うしそういうものを共有化日本日本中で共有化する必要はあるとは思ってますなるほどありがとうございますじゃあちょっと最後の質問です、えー、お三方に最後聞きますちょっとざっくりしている質問ではあるんですけど北海道が 育成大国になるためにはずばり何が必要だと思いますかと、まあ、これ今回のテーマでもあるんで皆さんそれぞれの意見をお聞きして終わりたいなと思うんですけどじゃあまずはじゃあ,あのこれはじゃあカズくん、えー、ヒロくんそして次郎さんという順番でいきましょうか育成大国ですかそうですねまあたくさんいい人材がこれから出てくるようにはまあ今も実際出てきてはいるんですけど いやーそれ言ってよさっきの打ち合わせの時に最後振るよみたいな。うん、<laughs> ごめんなさいちょっとそこはと突然の振りですけどいやー僕それこそ今あのー、この間その帝京長岡高校サッカー部の監督とちょっとズーム対談とかもしたんですけどはは、うん、はいはい、はいまあそういう人の話を聞いたからとかではないんですけどやっぱその縦のパイプっていうのは大事なのかなって思いますね。お その僕は今 U12 を見て、まあ、言ってみれば小学1年生から、うん、まあきちんとして本当メソッドがファミナスとしてまだ作られてるのかってまだまだこう作っている段階の本当に毛の生えたもんなんですけど、うん、本当にそういうのを6年間で構築して積み上げたものを例えば今旭川のやっぱ環境がコンサート朝旭川さんがまあなんていうんですかね ななんとなくこう、まあ、分かりやすい言葉でうまい子はまずはコンサーヒカっていう選手肢があってっていうのがまだまだ今旭川の環境なんですけどでもそれってやっぱコンサーアカデミーのメソッドを僕が教えてるわけじゃないんで言ってみれば中学1年生で初めててコンサーメソッド受けけ入れるってわけじゃないですかじゃあそこで中学3年間旭川で学んで札幌に上がれる選手が何人かっていう,こう流れだと思うんですけど。 まあそれがまあファミナスだったらファミナスの U15 があってそれでまあ例えば実業高校であ練習がやってるので実業にそのままつながるっていう,こう一本のラインができると出やすいのかなっていうのは当たり前に感じるところですねちょっとそれぐらいでしかまだ僕の今答えはないんですけどちょっとなんか責任逃れにくなっちゃうんですけどちょっと僕が6年間頑張って指導したところで。 その先の中学、高校っていうところのやっぱ環境も大事になってくるのかなっていうのは思っています。なるほど。まあ、はいリ、リップエースさんがね、その後、広告にこう入ってくくような流れとかも、なんかある程度こう、まあ、それが本当の意味で縦のラインじゃないですけど、そうやって、なんかこうほ、指導するスタイルだったり、個性を大事にするとかがつ連なっていけばね、より才能がのば、うん、伸びやすくなったりしますよね。そうそうだこの間ののの間大阪のリップエースと広告っていうのは、うん ひ非常にいろんな資産に富んでて、うん、まあそれはだから普遍性もあると思うし、うん、それこそ北海道で今ねあのカズさんが言ったようなやっぱりそのコンサドー,ーレとうまくリンクして例えばアスレチック僕が研修に行ったのはスペインのアスレチックビルバなんかもそうなんですけど、うん、まあビルバを中心に町クラブと提携しながらそこから選手たちを吸い上げて。 えー、連携しながら百何十年も一回も二部に落ちることなくバスク人だけでやってるクラブがあるわけでそれはだからまさにある意味なんか似てるんですよだからビルバオにはビルバオの町にはもうビルバオっていうトツの存在がいて、うん、そ,のしそこにある町、あのー、クラブたちとうまくこう連携していい選手を育って11歳になった時に、うん、まあ交差通りが引っ張り上げるみたいな <coughs> ビルバオが引っ張り上げるみたいな仕組みを作り上げる。 っていうことも僕はあるんじゃないかと思ってるんです。はい。いいですね。うん。ありがとうございます。じゃあひろ君どうでしょうか。育成大国になるためにっていうところうん。ズバリこれっていうのはなかなかやっぱり難しいと思うんですけど。うん、やっぱ育成主義っていう考え方を北海道は文化にするもう多分。 本州と比較してやっぱタイトルを取る主義でやっていくことは限りなく難しいと思うので、うん、じゃあそこを北海道内は北海道内でしっかり土産んのいい選手を育成していこうぜっていうものが今参加してくださってる保護者の皆さん含めてそれを文化にしていくっていうことなんじゃないかなっていうことだと僕は信じてます。 だから勝利至上主義になってしまうのではなく育成市場主義、はい、そこにはあの河野さんのおっしゃるリーグ戦っていうものがあったりとかっていうところもそうですし、うん、育成主義北海道でいい選手もうぜってなれば指導者同士もっと連携すると思うんですはいはいでそこのオープンな情報共有とかいろんな事例の共有っていうのが おそらくこの不利な環境でもできる一番のことだと僕は思っているのでうん、うん、そこができるようになってきた時には広い全道の北海道の広い中でも各地特色がある中でいろんな選手をいろんな土地からこう育成していけるんじゃないかなっていうふうに思っています。ありがとうございます。いや、いい話ですね、それは本当に。あのじゃあ最後 次、えー、郎さん、育成大国になるにはどうするかと、何が必要かと、はいえっと、今回、この育成大国っていうあのタイトル名にしてくれて、すごくあり,がたかありがたかったなと思うんですけど、はい、あの北海道ってだいたいデンマークぐらいの人口なんですよね。うんうん、で、まあ、500万、550万ぐらいで。で そのぐらいのデンマークがヨーロッパ選手権も優勝してるじゃないですか。うん、で、我々は例えばラウドループみたいな選手が育てば、うん、北海道の人口でも本州、まあ、本州がドイツぐらいだとしたら、うん、そういう国も勝てるんだと、うん、全国から選手を集めているようなチームに勝てるんだっていう思いであのやっていけば間違いなくさっき言ったように自信を持ってやっていけば絶対叶えられると思うんですよね。うんうん、で大国になることも。で、さっき少しコ野さんも言ってましたけど。 地理的な広域性でいくと西がパリ東がフランクフルト北がアムステルダムぐらいの大きさがある北海道というこの広域性の多様性をより生かしてあのそれぞれの都市が国ぐらいの意識でやっていくことによって本当にいろんなこう多種多様な選手が出てくるそういうことも可能なんじゃないかなと思うんですよね。そ、うん、そういううういい意味でではそういう選手たたちがあの育ってきた中で、えー まあえっと、僕の立場で言ったらコンサドールのユースにその選手が集まってくるというのが理想なんですけど、うん、そういう形で北海道の力を集結して戦うということができたらあのおそらく、すごく今まで以上によりあの力強い北海道としてのサッカーのパフォーマンスが出せるんじゃないかなと思いますし、まあ、そこからトップチームに上がってワールドカップで活躍するような選手がもっと毎回出てくるんじゃないかなというようには思っています。 均質化するっていうよりはある意味個性を出せるというかあの選手旭川っぽいよねとか室蘭っぽいよねちょっと若いの選手ってこうだよねみたいなそういう,こう、まあ、ある種それぞれの国での個性が出てくると面白くなってくるんじゃないかってことですそうですね、うん、あの今大体いい我々のアカデミーから小中高関,関係なく考えたら50人ぐらいプロの選手で出てるんですけど。うん ただ、まだオリンピックもワールドカップ本大会に出ている選手は1人もいないんですよね。はいはう意味でいくと、多分、本当に能力のある選手、たくさんいるんだけど、うん、高いしざを持って、自信を持って、自分たちの多様性に自信を持って、やる選手、指導者がもっともっとたくさん増えれば、おそらく北海道で育成大国っていうのは実現可能なんじゃないかなと思ってます。はい。 僕も地元なので本当にそうなってくれるとめちゃめちゃ楽しみだなと思います。はい、じゃあちょっとあのだいぶ長くなってしまいましたので、健さんから最後一言あの今日参加いただいた皆さんにえいただいてよろしいでしょうか。あ、本当に長い時間皆さん聞いていただいてありがとうございました。あの最近僕あのまあ来週もクラブハウスで野球のジャーナリストの方とサッカーかける野球みたいなテーマであの <laughs> やるんですけど、今、まあ。 他の競技からやっぱりズームだったりいろんな形でお誘い受けて、まあ、今いろんな他のスポーツと関わりがあるんですけどでもやっぱり行けば行くほどサッカーってやっぱすごいなっていつも毎回思うんです、うん、北海道の育成っていうテーマでこんだけズームやって熱く語るなんて他の競技でなかなかやっぱりそこまでやれてないんですよね結局だけどサッカーってやっぱこれが力だと思ってすやっぱり これだけ人気あってこれだけやっぱり熱くサッカーに思いを馳せる人たちがこういて北海道っていうテーマだけでもこれだけ100人以上の皆さん来ていただいて、うん、あのこういうことをやっぱ積み重ねていくことがやっぱりサッカーの結局日本中でこういうことをやっていけばっもっともっと発展するだろうしで僕らが本当に信じていいと思うプレミアリーグみたいなものの理念を皆さんが共有していってもらえば、まあ、日本中にこれが広がるだろうし。 まあこういうことの積み重ねが大事だと思うしまさに今日来ていただいた方は、ま、学ぶ方たちなんですよこういう方たちが本当に大事であの一番やっぱり僕らは本当は学ばない指導者と学ばない人たちに届けたいんですけど結局それはなかなか難しいんですだからこそこうやって学びに来てくれた人たちがまたじ自分の地元に持ち帰って周りの人たちに今日僕らが言ってたような話をまたさらに広めてっていただけると本当にありがたいなと思うし。 それが聞いてはあの日本が北海道が育成大国になる道のあのだと思っています。なのでこれからもぜひまた機会があればまたやりたいと思っているのでよろしくお願いします。ありがとうございました。はいありがとうございました。本当に長時間今日参加いただいた皆様ありがとうございました。えっ、ー、とまあ次郎さんそしてひろ、えー、さん勝、えー、さん、えー、本当にありがとうございました。またじゃあ皆さんあの北海道さ フットボールを盛り上げるためにこれからも、えー、頑張ってくださいということで、はい。ちょっと、はい、ちょっと最後にあのこれ宣伝そして、ですね。はい、すみません失礼しました。<laughs> えっとひひろくんが持っているのでひろくん、ね、あひろくはい。ひろくより一言あの北海道の皆さんに宣伝お願いします。<laughs> そいいの？い、はい。<laughs> えっと僕が一番大切にしているファッション、<laughs> はい、えっとこれコノさんと北見が書いたのかな？ まあ、であの俺が構成をしてますはいしてくれてる、えー、と本なんですけど、はい、僕指導者としても、えー、と学びと改めてこう確信、うん、できたものっていうのも感じてますで非常に面白いですあの独特の作りな本だなと思って僕は読んでいて、うん、<laughs> えと本当にこう包み隠さず生の言葉を聞ける本なのであの保護者の皆さん非常に面白いと思います はいこのマインドでフットボールをやっていきましょうということで <laughs> 読んでみてください、はい、ありがとうございますあとあの三月十三日にあのテレビ東京のフットブレインにまさにそのパッションで僕があの特集で出演しますんで北海道でも見れるんでしたっけテレビ東京って何だろう北海道でフットブレイン見れるんですかあフットブレイン見れますあならあのぜひ三月十三日放送のフットブレインに僕が特集されるんでぜひ よろしくお願いします。丸ごと30分ファッション特集にな, <laughs> なってますので、<laughs> はい、ぜひほあの皆さんあの、これを機によろしくお願いします。はい、それではじゃあ今日はあのここまでとさせていただきます。皆さん、長時間ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。さよなら。ありがとうございます。